たちのせいで、このどんよりした空気は空模様のせいじゃないな。私たちはカオスを倒してクリスタルを解放したわ。風、火、土、水、いい気分で帰ってきたらこれは何？言いたいことがあるなら言いなさい。ルカーンの予言によれば光の戦士は4人、あんたたちは5人だ。つまり偽物が混じっている。カオスのテストラという意見もある。誰が言ってるの？あなた、あなたなの？それともそこのあなた？こんなに闇を身近に感じたことはない。一体何をしてくれたんだ？ねぎらわれたいな。お城へ行こう。王様と大臣にはその義務がある。お前たちは何をしでかしたんだ？大歓迎だね。指示の通り、隠されたクリスタルを見つけ出し輝きを取り戻しました。だが火はかまどから溢れ出し、強い風が家々を鳴らしている。水が重たくなったというものや、土の変化に困惑する農民もいる。クリスタルが本来の力を発揮しているせいでしょう。おそらくこれが世界の本来の姿。慣れる必要はあると思いますがね。城下ではお前たちはカオスの手下だという噂まで流れている。あまりにも無礼ではありませんか？大臣、無礼です。コーネリアの歴史は長きにわたって混沌の闇と共にありました。それが当たり前の時代が長く続いたのです。クリスタルが輝きを取り戻したからといって、大昔の栄華を極めたコーネリアに戻るには長い時間がかかるでしょう。セーラ、変化の時が長く続くのだと思います。その中で希望を語り、民たちの不安を和らげることこそが王家の役目ではないでしょうか。大変です。プラボカの海賊どもが現れ、町で暴れています。なんと。とはいえ海賊はそう大勢ではないだろう。早く捕らえよ。いや、討伐せよ。魔物です。魔物が町に入っています。城下は混沌としています。混沌？城門を閉じよ。城の守りを固めよ。はっ。どうする？忘れたか。俺は戦うことが好きなんだ。ジャック様、戻られて大変心強く思っております。王家の方々は我々がお守りします。ジャ
く。出てきたか。ジャックがいれば負けないさ。これで行く。戦ってる姿見ても誰も褒めてくれないんだろうね。むしろこの騒ぎ俺たちのせいにされてるだろうね。ほんと魔物と同じくらい。
ビッケ船長。私の居場所はなくなった。心の中は不安、苛立ち、怒り、そこに闇が食いつきやがった。あっという間に。俺はよ、何もしてやれなかったぜ。不甲斐ねえ。何が船長だ。元気出しなよ。笑わせるな。もう死ぬぜ俺は。わざわざ殺されに来たのか。違う、あんたたちに会いに来た。この状況、アストスなら何とかできると思って探しているんだが、見つかりやしねえ。あんたたちも探してくれ。アストス、あいつは俺の見たところ長いことカオスと戦っている。アストスはカオスと取引をした。お前はそう言っていた。そうとしか思えない時もある。怒り、憎しみ、胸の中のどうしようもない闇、時々あいつから漏れ出していた。そん時は混沌の闇と同じ気配がしたもんだ。人を見る目はあると思っていたが、エルフには役立たずらしい。あいつがどっちの側なのか正直わからん。お前の目で確かめてくれ。どこへ行けばいい？アストスはどこだ？コウモリを追え。アストスの手下みたいなものだ。分かった。海賊に名ごたえ言われたくねえだろう。ここまで来たのは私は初めてね。うん。私の断片的な記憶の中に
この風景はないの？何が始まるんだろう。かつてない混沌だ。まずあそこへ行ってみよう。